かずみっちゃん天皇杯チャレンジ2022年天皇杯行けなかったらフルマラソンチャレンジ。
がとうございました。まあ事実上優勝、まあ事実上優勝ということでね、テンションは一番優勝だったということで、まあちょっと最後の動画の最後にね、あのこやつの新しいちょっと挑戦も始まるんでね、ぜひそちらもご覧ください。では次回の動画でまたお会いしましょう。あれ閉めてくれ。ではこれにて業務終了、お先に失礼します。なんで業務やねん、バイバイ。閉会式を行います。じゃあ、まず一般男子優勝、山田小野塚ペア。続きまして一般女子優勝、野中内田ペア。続きましてミックスの部優勝、寺田山田ペア。優勝寺田山田ペア。第2位、柴田寺田ペア。はい、ありがとう。第3位、長野松永ペア、小野塚小野塚ペア。イエーイ。長野松永ペア、小野塚小野塚ペア。第3位となります。大会委員長の、鬼さんより一言ございます。皆さんお疲れ様でした。この底辺 YouTuber も大会にね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。僕らが始めた悪ふざけも気づけば半年が経ちました。まあもうすぐね、まあこの症状チャレンジも終わるっていうことでね、まあとはいえこの症状チャレンジ始まってから、こう全国のみんながあのこのチャレンジね、船水優太見てるって、船水優太も長井校長見てるって、そう、数々の人がまさかこのちっちゃい大会をたくさん見てるっていう、その大会なので、このかずみチャンネル実はいろんな人が見てくださってるんですね。このチャレンジまだ見たくないですか？見たい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 。あ、すごいたくさん来てるわ。というわけで、あの前回の宣言、2022のチャレンジここで宣言しちゃおう。今ここで下すわ。まだお前出てない大会なんかない？天皇杯？もう一回言って。天皇杯？もう一回言って。天皇杯は知らないでしょ。かずみちゃん、天皇杯チャレンジ。天皇杯出れなかったらフルマラソン、イエイ。それ無理無理、マジで。マジで無理。出れるよね。出れる。誰でも出れる、誰でも出る、誰でも出れる。今これ決定しました。マジで無理。今これ決定しました。じゃあかずみちゃん2022年も頑張っていくんで、みんな頑張っていきましょう。応援しましょう、みんなでね。じゃあ頭おかしいよ。頑張ってください。以上、閉会式でした。ありがとうございました。